マリです。皆さんこんにちは。カメマルコです。いらっしゃい。はい、というわけでですね、今回はこちらの3人で、爬虫類のアイシングクッキーを作りましょうというコーナーでございます。唐突にクッキーが食べたくなったので作って食べます。イエーイ。イエーイ。じゃあすぐ作っていくぜ。レッツラーゴー。まずバター、これを混ぜやすくするために切ります。これを混ぜていきます。今回ちゃんとね、あの混ぜるやつ買ったんですよね。あ、これあると便利だ。これちゃんと混ぜれるよ。お前スプーンでやってたもん。ふん。バターこういう風にすると初めて見た。これちょっとあの電子レンジで温めた方がいいですか。いいと思います。わかりました、はい、ちょっと移しますか。難しいですね、お菓子作りって。難しいね。難しい、なんか。まこさん普段作るんですか。まあ、年に1回バレンタインデーの時しか作らないですね。ありがとうございます。いやいやいや。ふん。どれぐらいだろう。2分ぐらい。そんなに。これ大丈夫かな。いや、これやばいでしょ、これ。液体になってるよ。大丈夫大丈夫、液体でも全然混ぜられるんで。混ぜれるとかいう概念がある、これ。え、大丈夫大丈夫。本当ですか。信じてください。いやもう、やりすぎだよ絶対これ。液のタイじゃんこれも。うん、液のタイでも大丈夫。え、大丈夫だよ本当に。大丈夫なのかよ。大丈夫だよ。1年に1回しかお菓子作りしない人の話だから。あ、でも一応ね、大丈夫大丈夫、まあ、信じてやっていくしかない、うん。今回グラニュー糖を 320g。 あー、やりすぎた。行き過ぎだよ。ちょっと戻そうじゃん。 25g いってるよ。難しいな料理って。20ぐらい大丈夫じゃないですか。いやデブなっちゃいますよ。デブなっちゃうよ。あ、よし、321 OK、 321g OK。 このグラニュー糖をこのバター汁に混ぜる。バター汁。大丈夫大丈夫。本当に私を信じて。大丈夫大丈夫、マルコを信じて。で、溶き卵が2つ。やるやん、片手割りやん。すごい。いや、かっこいいっすね、片手でできる男子。やるやん。スクランブルエッグ作る。作むよ。なんでだよ。この謎の汁に卵を混ぜて。謎の汁言うな。本当に大丈夫マルコさんこれ。え、大丈夫だよ。見た目はだいぶよくわかんない感じになってきてるけどね。見て、バターになっていく。元バターだよ。これ見た目がほら見て、いい感じでしょ。クリーミーな感じ。うん、結果は変わんないんだって。大丈夫大丈夫。次、薄力粉 400g。 400いけるか。ぴったり。あ、じゃあこの薄力粉3回に分けて入れるらしいですね。あ、これちゃんとね、本当はね、ふるいにかけなきゃいけないけどね、そんなものうちにはね、ないんで。それこの前聞いたぞ。でもなんか、いや、なんかこの間ふるいにかけなくても意外といい感じになったからね。よりなんか、あー、ええやん。なんか、ええやん。ええやん、これクッキーの生地っぽくなってきたね。ええやん、不思議と。マルコさん、お願いしますよ。お願いします。はい、マルコ、行きます。行きます。どぼーん。どぼーん。はいはい、マルコさんの粉が入りました。マルコナ。マルコナ。どういうこと。危ないやつ。テンション高くなっちゃうよ。いや、いい感じですよ。親方、第三次行っちゃってください。親方、空から粉がシータとパズーが混ざってますね。どういうことなんだよ。なんかクッキーの生地じゃないよ、なんかこれ。そう、これクッキーの生地じゃないよ絶対ほら。いや大丈夫大丈夫。カスタードクリームみたいな。どうする。大丈夫だよ、大丈夫大丈夫。いけるいける。てかワニさんの力だからあれかなと思ったけど、全然硬くないっすか。大丈夫大丈夫。本当に本当に。めっちゃ歌われた。大丈夫ですよ、完成。じゃ、生地ができました。とりあえずなんか冷蔵庫で一回冷やすみたいなんで、ラップのとこに入れていきましょう。わ、すごい不安だけど大丈夫。私を信じて。アプンツェ、前髪下ろして。何それ。大丈夫かな。ちょっと監督さん、全然私信じてくれないんですけど。ワニさんが。大丈夫、僕も信じて。ひどい。で、失敗したらもう神丸子さん。そう、せいにすればいい。ひどい。大丈夫かな、これね。大丈夫。
どうだこれ。あーでもちょっと固まって、ちょっとは生地っぽくなった。あ、ちょっとはいい感じですね。ちょっとはって、伸ばしますか。小麦粉を敷くんですか。はい、敷いた方がいいと思います。はいはい、あ、これ多かったな。多かったな。まあ、まあ、まんべんなく平らに下に。これでちょっと多い。ちょっとだいぶ多かった、ね、だいぶ多いね。ちょっとね、半分半分。そうですよね。とりあえず3分の1くらい。じゃあじゃあここにワニいきます。あれ、いけいけワニ。ほら、リリリリリリリ。おお、多くね、多くね。ちょっと半分ぐらいいっちゃった。まあ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 、ほら、まあいいだろ。よし、これで半殺しにします。どっかの郷土料理だよ。これ伸ばせばいいんだよね。これにも小麦粉ちょっとあのやって、あの、はい、こうコロコロしてたところちょっとやった方がくっついちゃうんで、半殺しに。これでちょっとずつベタベタになったら小麦粉ちょっと半殺しに。うわー、なんか楽しい。ちょっとまな板の大きさの割に生地が多すぎたかな。そうですね、ちょっと減らします。そうですね、多かったんで減らしました。難しいですね、クッキー作りってね。うん、じゃない。絶対何かしらの失敗があるよ。うん、あるね、間違いない。こういうもんだよみたいな、そういう賛成やめてください。うん、うん、大丈夫大丈夫。なんか違う、なんか違う。柔らか、マジ柔らか戦車ですよこれ。焼けば大丈夫ですもん。また懐かしめと出してくるな。あ、うわお、生地がついちまった。俺はまだ亀丸子さんを信じられない。奇遇だね。今のうちに余熱を180で、今回クッキーの型を用意しまして、型今回ね、こんなものを用意しました。爬虫類型、亀とトカゲ とヤモリとカメレオン。これでそれぞれね、飼ってる爬虫類とか、まあ、飼ってなくてもよくねいる爬虫類とかを作っていきたいなと思っております。じゃあまずこちらのカメさんの型抜きをしていきたいと思います。カメ子ですか。これはカメ子ですね。カメ子ですかね。はい、行きましょう。はい、ほっ。あ、そういう感じ。あ、そういう感じ。横に行くスタイル。いや、その方が綺麗に取れそう。綺麗に楽に ね、はい、なるほどね。で、これで、うん、ポポンと。カメ子、カメ子、カメ子、カメ子の頭が。カメ子、あ、どうでしょうか。カメ子いい感じに、ちょっと顎ずれが。そうですね、そうですね、ちょっと顔出っ歯のカメ子です。カメ子しゃくれ、しゃくれ、うん、じゃあ俺はね、このヤモリでやっていきます。これこのまま上にスッてやって、ほら、あー、できねえ。あー、なんか屋台の型抜きみたいになってる。手が取れちゃった。リセット、ゼロから始めましょう。さあ、異世界転生いけるのでしょうか。うん、シャラのカラのですよ。カラのこっから、こっからが本番だね。あー、いやこれ無理やて。腕が細すぎる。自絶する。ほら、あ、惜しい。もうちょっと腕、いやこれえぐいでしょこれ。これ焼いたらくっつくことないかな。義手をつけますね、義手をね。義手って、し、補強はコブラか。じゃあこれからこちらを180度で予熱したオーブンで10分焼きます。まずちょっとお試しということでね。そうね、うん、試しで。とりあえず10分。15分ほど温めてみまして、ちょっとね、5分ほど追加も。おー、焼き色すごいいい感じ。どうなんだろうこれ。ちょっとどうですか。でもなんかちょっと柔らかいような。これとりあえず冷ました方がいいですね。そうですね、冷ましたらね、うん、サクサクになるかも。いや、ちょっと冷ましたんで実食していきましょうかね。実食。おっ、どうですか、タラウイモの味は。ん、あれ、まあ、クッキーめっちゃ微妙な反応。超溜めた。いただきます。実食。美味しい。うん、このクリーチャーをいきます。うん、パリパリ。クッキーですね。正真正銘のクッキーです。そうかな。
まあ、一応クッキー形になりましたね。そうね、食べられたね。うん、じゃバンバンここから固めて焼いていきましょう。はい、はい、いくぜー。ペイ、でかいね今回。よし、おお、あー、うわー、おー、シェッ、オーノー、行くんかい、そのまま行くんかい。全然違いますよ、クロモモンガとは。ノーステップスタイル。うん、そこで作る。テン君。そう、テン君です。大水トカゲ、水男で。全くクッキーってものを分かってないね、男子くんは。なんで私を信用しないのか。信用させて、お願い。私ね、A 型なんですよ。嘘だ。嘘だ。デジモン。家族にももう一回やり直した方がいいって言われてるんですけど、ね、何をもう一回やり直すの。あの、血液型。あ、ゼロからこんな感じですかね。はい、はーい、はい。まあやっぱりね、女子なんでみんなとレベルが違うってとこを教えてあげますよ。あ、一気に、あ、一気に。それは無理でしょ。それ無理だな。A 型の本気、柔らかいですね。でしょ、でしょ。よしよしよし、大丈夫、本当によし、よしよしよし、オッケーオッケー。本当に雑じゃない、出すとき。死んでるよ。ちょっと、これ死んでる。ちょっと隣の方が上手いんじゃないの。待って待って待って、今回、待って、え、今、あなたこれ、これ何何何、これ今、抜いたんですよ、これ、これ抜いた。ちゃんと隠そうとしたのに。何何、えぇ、死産ですよ、これは、えぇ、ちょっと柔らかくなってますね、さっきよりね。なんで隠そうとしたんですか。カメラ向いて、ちょっと、あぁ、ちょっと、ええマジこれカメレオンがどうなるか。そう、マジカメレオンが。これだけうまくできるかも。え、そんな力ばかりに。あれ難しいですね。嘘やん、何これ。カメレオンの糞、カメレオンの糞ですよね。これな、鼻水出ちゃった。え、ちょっと待って、マルコさん、これとこれと、なんだっけ、あとこれ、あとはもう、あともうぐちゃぐちゃだよね。で、ワニちゃんがやったのがこれと、まあ、この辺のこの辺のカメさん。おかしいなぁ、ちょっと血液型もう一回教えてもらっていいですか。 A ですね。俺 O なんですけど。自分も O なんですけど。はい、クッキーの準備ができましたので、次、ほら、今回アイシングクッキーを作るってことなんで、このアイシングパウダーの素っていうのがダイソーで売ってましたんで、こちらを買ってきまして、各ね、色があるんですよ。黒、青、黄色、あと白とかもいろいろあって、用意しておりますので、こちらをね、水と混ぜてアイシングの色をつけるやつにしていきます。要はクッキーにお絵かきするってことですか。そう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 。で、このアイシングパウダーできましたら、これをね、このコルネと呼ばれる透明のビニールの筒をね、作ったので、ここに入れて生クリームみたいに出して、で、絵を描いていくって感じなんですよね。よいしょ、入れました、入れます、入れます。あ、クソ、変な、あ、変なところにビニールが、あー、大変だ大変だ。でもこれ先端から出る、出るでしょ、ほら、あ、出てきた出てきた。あー、もうべちゃべちゃ。もうほとんどお絵描きの要領だね。いや、本当にそう。でもちょっと楽しいな。はい、というわけでアイシングパウダーを塗り終わり、一応できました、いろいろと。そうね、俺の作品から紹介していきます。まずこれ一番うまくちゃんとできたと思うんだけど、はい、特系ヤモリのアイシングクッキー、とりあえず水色にして赤い点々つけるときは特系になるでしょってことで作りまして、まあ、特系っぽいですよね、ちゃんとできましたね。これ多分一番よくできたと思うんだよね、ちゃんとね。監督の作品は自分のチャンネルのキャラクターでジョニーとマイケルって言うんですけど、このヘビのジョニーがですね、焼けてる時ヘビが自殺しちゃって。なるほど、ヘビも自殺するんだ。まあちょっとこんなの焼きました。僕は枠だけ。あの、これも監督でしょ。そう、あのワニの方を一応ね、買ったんで、監督がペタ塗り。ただのペタ塗り。カメマルコさん作の顔のないカメ。
これな、え、これなんだっけ、これカメレオン作ろうとしてなんかすげえバーンってやってたくちゃくちゃになった、うん、危険のカメレオン、危険、これはなんかトカゲが2枚折りになったって感じ、ああ危険なトカゲ、全部危険、食べますか、とりあえず食ってみますか、味が良ければいい、これいく、これね、色もね、すげえ砂糖で甘いんですよ、いっちゃうそれ、いくよ、いっちゃう、食べて、くっそ甘いよ、これこの線だけでも十分甘いのに、あもうなんか砂糖の塊だもんね、アイシングパウダーって要するに、うわ、まずくはないですよ、食えなくはないです、全然おいしいよ、でももうちょっと甘さ控えめでもいいかなって感じかな、これちょっといってもらってもいいですかこれ絶対クソ甘いですよこのワニ、お願いします、甘いリバちゃん呼んどいた方が良かったかもね、いや甘いの好きな人って言うもんだな、これあいつだってスタバの新作出るたび飲んでるから、まあでも楽しくできたんじゃないですか、そうですね次もちょっとうまくできたらいいなと思うんですけどね、そうね、次はなんかチョコペンとかでやってみてもいいかもしれないですね、その方が多分楽っすね、意外となんかあのコルネを作って絞って絵描くのが結構むずくて、もう途中で結構ねくじけちゃったんですけど、次はチョコペンでチャレンジしてみようかなと思います、という感じで今回の動画はこれで終わりです、また次の動画でお会いしましょう、バイバイ。